アユタヤ王朝、アユタヤ王朝、1351年から1767年は現代の中部アユタヤを中心に展開した大族による王朝。創設者はラーマーティボーディ・一世、ウートーオンモーン王。王朝は一つではなく、隣国の征服や重心の三立で5つの王家に分かれる。3番目の王家、1569から1629は、 スコータやサノ王家の末裔である。タイに起こった各時代の王朝同様、中国とインド、ヨーロッパ方面を結ぶ中間に位置する地の利を活かし、貿易が国の富として重要であった。アユタや王朝でも王家を中心として独占的な貿易が行われた。主に中国への米の輸出で国力をつけたほか、日本、琉球などの東アジア国家、東南アジア島諸部、 アラーブペルシア方面や西洋と活発に貿易を行い、莫大な富を蓄えた。この富を背景に、アユタヤでは当時繁栄していたクメール文化を吸収しつつ、中国、ヨーロッパ、ペルシャなどの文化の影響を受けた、独自の華やかな文化が開花した。ウートン王の出身については、歴史資料上はっきりしていない。そのためいくつかの説が提出されてきた。中には、薬病、 おそらくは、これらで見捨てた遅延ーから移住してきたといった説や、スパンブリー出身、ロップリー出身説などがある。いずれにしろ、アユタヤ朝、創設当時の近隣の状況は、北にスコータ洋朝が隣接していたにもかかわらず、アユタヤを創設した大中部は、スコータヤ朝の領土でなかったこと、さらに、アユタヤ時代が始まる直前までの古い遺跡が、大中部で見つかっていることから、 歴史資料として、まだ見つかっていない王朝が、すでに存在していたことが伺える。あるいは、小国が平立していたというようなことも考えられる。例えば、この空白期、アユタヤアサ、創設以前の大中部に、ロップリーやペッチャブリーは、スコータイアサとは別に、中国に上皇している。従って、ウートン王の出身もおそらく、 体中部のある国の王家からだと考えるのが妥当で、あろうと考えられている。ちなみに、ウートーンというのは、金の揺りかごを意味し、現象の中で、体中部でこの名を持つ王は多い。つまり、体中部の名付けの習慣でもある。ウートーン王は、王朝年代記では、ラーマーティボーディという名で記述されている。王が即位するにあたり、隕石のスパンナプームを受け、 スパンブリー王家の協力が不可欠であったことは、後の大ス交代政策で顕著となる。ウートーン王家、ロップリー王家とスパンラプーム王家は、その後、数代にわたって王位を争ったが、最終的にスパンラプーム王家が勝利した。ラーマーティボーディー、イッセイは、国内統一のため、正論から仏装を招いて、神座部仏教、 少女仏教を国家の公式な宗教とするとともに、ヒンドゥーの法典であるダルマシャスウトラやタイで監修を、元に三院法典を整備した。三院法典は、近代的な法典が整備される19世紀までタイの基本法典として機能することになる。14世紀末までには、アユタヤ王朝は、東南アジア最大の勢力として見なされるようになるが、完全に、 東南アジア地域を圧倒するほどの人口に欠けていた。このため、当時衰退しつつあったクメール王朝へ勢力を伸ばしつつあったベトナム勢力に対抗するため、ラーマーティボーディは晩年1362年、アンコール、クメール人の都市を攻撃しアタヤのハントに加えた。しかし、アユタヤはアンコールの完全な掌握を遂行することはできなかった。 スコータイ王国との関係は、スコータイはアユタヤに徴降する形となったが、その後、100年かかってアユタヤ朝がスコータイ朝を併合し、スコータイ朝は消滅する。しかしこの過程で、アユタヤに新たに起こったスパンナプーム王家とスコータイの王家との隕石関係が強くり、その後もスコータイ王家は存続したと考えられる。15世紀には、マレ半島のマラッカ王国が、 アユタヤの悩みの種となる。マレー半島では、マラッカや、タイゴ、リゴール王国、現在のナコーンシータンマラート県付近の地境部、イナンのマレー半諸都市が15世紀早くから、イスラム教に改修するようになり、独立を宣言するようになったためである。結果的にアユタヤは、マレー半島南部を失うが、マレー半島北部を維持し、高級品を求めてやってきた中国出身の商人により、 国内の経済は潤うことになる。1511年、アユタヤに同年にマラッカを占領したばかりのポルトガルから外交施設が到来した。これはタイの歴史上における最初の欧米勢力との接触と考えられている。5年後にはポルトガルの施設が再びアユタヤに渡り、ポルトガル勢力のアユタヤ領内での通商許可を得た。 15世紀から日本人のアユタヤ入植は見られたが、沖縄の琉球王国では、交易の拠点としていたマラッカが1511年に失われた後、施設を派遣して、東南アジア産品をアユタヤで調達していたが、それも1570年を最後とする。ビルマの占領でアユタヤ王朝が一時滅亡した影響と考えられる。アユタヤ復興後に接触がなかったのは、 1567年に、明朝が中国商人の直接攻易を緩和し、中継攻易そのものに打撃を受けたことによる。琉球の攻易は、中国の超広国間ネットワークに組み込まれた、国営事業であった。一方、西のビルマは、地域の派遣を競い、16世紀頃から必要に、アユタヤへの攻撃を繰り返しており、アユタヤはこれに頭を悩まされることになる。 ビルマタウング王朝の君主、バインナウンの軍門に下り、1569年に、アユタヤをマヒントラーティラーと奥出し、地方領主のマハータンマラーチャーティラーと、スコータヨーケをカイライ王に出た。1590年に、ナレースワンによってアユタヤは、独立を回復し1600年までに、ビルマ支配前のアユタヤに再興することに成功し、 ナレースワンはこの後、アユタヤの諸制度の改革を断行する。この後、ビルマが内乱に見舞われたことから、ビルマの侵攻は収まった。1592年にはオランダがアユタヤに施設を送り通商許可を取得し、国内の米の輸出に関して大きな影響力を得ることになった。目立って、日本人勢力が大きくなるのは、16世紀後半から17世紀初頭に、 かけてである。特に日本で徳川幕府による天下統一が成し遂げられ、戦がなくなったため、傭兵の形で雇われていた、老人の多くが失業、海外に働き口を求めたのが原因と考えられている。一時期中国との貿易額をしのぐ勢力を保持していた。1629年には、プラーサー統恩、プラーサー統恩王家が王位を奪っている。 ところが1630年に山田長政は無安なく恩師シー・タンバラーとへ左遷され、イスラム勢力のパタニ軍と交戦した後死亡している。1630年に日本の勢力拡大を危ぶんだプラーサートとン王により、アユタや日本人町は焼き打ちに相没落し、1635年には日本からの衆院戦攻撃が廃止され衰退した。 外国との貿易を積極的に推進したとされるナーラー IO1656 年から1688年は17世紀頃から幅を利かせ始めたフランス勢力と友好関係を結んでおりチャオプラヤーコーサーパーンがタイの官僚がフランスに外交施設として派遣されているまたイギリスやオランダはタイに工場を建設する許可を与えられていた一方ポルトガルは 日本人勢力の台頭、その後、ナーラー用までに没落や、本国の没落と、相まって影を薄めており、新興勢力である、イギリス・フランス勢力と、古参勢力のオランダが、アユタヤにおい対立し始めた。ところが六百六十四年に、オランダ勢力である、オランダ東インド会社が通商の独占を求めて、ポルトガル国旗を掲げ武装した船で、チャオプライヤー川河口を封鎖し、 中国商人を捕らえるという事件が発生した。結局のところオランダは、ナーラーイの信用を失いあゆたやうちで、没落の浮き目を見ることになる。一方、ナーライは、当時、外交の権威であったコンスタンティン・フォールコンを通じて、フランスにこの助けを求めた。この後、ロップリーに緊急用の福祉との建設を、ルイ14世の技術的援助のもと行、ついでに、 フランスから医学などの専門的知識を持った宣教師や印刷機などが送られてきた。この類十四世の目的はすなわち、ナーラーイオ王の改修にあったと考えられている。無論、本校思想で解説するように、仏法の保護が王の役割と考えられていたことから、到底改修には及ばなかった。一方、これらのキリスト教の拡大とフォールコンなどの西洋人勢力の台頭は、 中国商人の援助のもとにあった管理や仏教勢力により敵視された。ナーラーイ王が1688年に死ぬと反対勢力のペートラーチャー、バーンプルールアン王家がクーデターを起こし、ナーラーイの息子、ホールコン、宣教師などを殺し、フランス勢力や親フランス勢力を排除し、王位を奪った。この後ペートラーチャーは白人を国内から追放し、 アユタヤを、鎖国国家へと導いた。ダーマーキボーディッシュの時代すなわち、建国当初から、アユタヤと中国商人とは良好な関係を維持した。外国人は、アユタヤの市街地に住むことは許されなかったが、中国商人だけは例外であった。その後、日本人勢力や西洋人勢力の没落とともに力をつけていき、アユタヤ王朝のドル箱であり、 鎖国国家であった、日本も中国船の入港は認めていたことから、ベートラチャー以降を目立って力をつけた。また、アユタヤの主要輸出品目である米の消費も、中国南部で目立って需要が高かったことも、大きな要因である。1767年に、コンバウン王朝のによって滅亡する。この時アユタヤの町は、徹底的に破壊されていたため、コンバウン軍が退却した後、 新たに王となったタークシンは、アユタヤ最高を諦め、トンブーへと戦とする。スコータイ王朝前期においては、人民と親しく、適切に保護する性格、イコールポークンであることが国王に必要な要素とされたが、アユタヤ王朝においては、スコータイ王朝後期に発生したダルマラジャ、仏教の保護者としての王の思想を引き継ぎ、仏教的をもって国を治める政治を、 アユタヤ王朝創設者ラーマーティボーディは実践した。その一方で、ヒンドゥー教、バラモン教的な色彩の恋、王は神のゴンゲである、イコールデイバラージャという思想がクメール王朝の影響を受けて生まれた。これはクメール王朝からの人材を多用したサームプラヤー王以降顕著である。この思想は大文化をヒンドゥー色に変えた。言語には、 サンスクリット語からの借用語が増え、文学、演劇などではヒンドゥー的色彩の強いものが発生した。宮廷内の作法やしきたりなどにもこの傾向が顕著に見られ、国王に対する敬語としてのラーチャサップ、王語を作り出し、王冠チェーンナムの儀式に見られるような難解な作法を生んだ。王は神であるため一般人から隔離され、 王に触れたり顔を見たりする一般人を死刑に処するなど法律にまで影響を与えた。また、仏教を保護する王,王としての性格は、王は天輪聖王であるという形で受け継がれた。国王は国のヒエラルキーの頂点に立つ存在であった。アユタヤ社会の基礎的な部分は農村社会であり、農村の実態はいくつかの家族からなる村、ムーバーンであった。多くの場合、 有力者や住民から選ばれた村の代表がこの農村社会での指揮を取ったり、中央社会との連絡役を行っていた。人口密度が極端に少ないこともあって、これらの農村では小作農でも耕す土地を持っていた。東南アジアのこの広大な工作地を支配する国にとっては、どれだけ労働力を確保でき、軍人を有することができるかが問題となっていた。 アユタヤもその例外ではなく、アユタヤの発展は相次ぐ戦争での勝利の際に、捕虜として連れてきた敵を労働力として、領内で工作させたことによるものである。また、アユタヤが他の国に比べ技術的に劣っていなかった等の事実も、アユタヤの発展を促した要因である。すべてのプライと呼ばれる自由人は、ナアと呼ばれる支配者層のもとに所属しなければならず、ナイたちは、 兵役や労役をプライに負わせたりした。この役は、プライ自身が税を納めることで免れることができたが、実際これを行えるものは多くなく、役の苦しさに耐えかねて、別のなあいのところへ身売りする者も,も少なからずいた。プライがあるなあ、いのもとに逃げ込んだ場合にはそのなあいが、中央政府に労働者が少なくなったということに、対して賠償金を支払うことが行われた。 アユタヤ王朝においては、富とステータスと政治的影響力は切っても切り離せない関係にあった。クディナーに従って、管理は簡易に応じて国王から伝園を割り当てた。簡易は所有しているプライの頭数によって変わり、伝園の割り当ての面積は、所有しているプライの頭数の多ければ多いほど多かった。ヒエラルキーの頂点を成す王は、名実ともに、 国内最大の土地所有者であり、無論所有するプライの数も多くこれらは、プライルワン王のプライと呼ばれた。これらの制度を確立したのは、トライローカラー等であり、19世紀まで管理らの収入源として機能していた。これらの制度の外にいたのはまず、仏教像であった。仏教像は、老役などの税から解放された。加えて、アユタヤにおいては、 すべての仏教徒の男子は出家するという風習があり、この出家をモラトリアム機関として教育が行われるとすることが多かった。次に外国人がこの制度の外におり、仏騒に同じく税を免除されていた中でもとりわけ中国人の勢力が大きく時代を下るごとに経済力を増していき、アユタヤの経済を支配するようになった。この中国人の経済支配は アユタヤ崩壊後も続き、現在でもその傾向が見られる。法制面では、ラーマーティボーディ一世によって、ダルマシャスウトラのアユタヤ版である、タンマサート、三院法典が完成。これは、後の十九世紀に、近代的基本法典が整備されるまで続くが、これが、タイのヒエラルキーと身分を形作り、緩やかな身分制度を形成した。 ナレースワン当時の東南アジアは、マンダラロンといった学説で解き明かされる、多数の独立した都市国家、ムアンと同盟を結び、長工関係によって緩やかに結ばれている連合国家の体系を取ること一般的であり、アユタヤ王朝もこの例外ではなかった。特に、アユタヤ周辺のムアンには私兵を有する王族が配置されていたが、この中でも一番大きな勢力を持っていた複王。 には、大きな注意ががれた。これは、副王が、しばしば、反抗勢力になる恐れがあったためである。また、王が死ぬたびに後取り騒動をも絶えず起こり、自分の要求を通すために有力者が死兵を、アユタヤ城内に進めるいう事態もたびたび起こっていた。ナレースワンはまず無案に王族を置く制度を廃止し、代わりに、中央から、管理の派遣を行い地方行政を行うという。 システムを導入した。この段階で、しばし国王に対する反対勢力の頭となっていた、副王による、副主との統治は廃止させられ、副王は、首都はユタヤに、厳重な監視のもと、住むようになった。また、ナレースワンは私有制だったプライをすべて国王の所有にした。これは、必然的に、国土すべてが王の所有物とする結果を導いた。 国内の労働力の管理なども、理論上、王の裁量で行うことができ、国内の人的資源を有効に活用することができた。これは国王への権力の集中を招き、管理らが国王と親族関係を作ろうと自分の娘を王に、献上する現象が起こった。タイの歴史上一夫多妻の王が多いのはこのためである。 このように形の上での中央集権化を実現したナレースワンであったが、農村社会の自治的な社会システムまでを改革するには至らず、事実上の中央集権が実現するのは、チャクリー王朝にハイラアーマ個世を国王に迎えてからになる。アユタヤの経済は、農村社会の余剰生産である米によって成り立っていた。アユタヤのあったタ中央平原部では食料に、 こと書かなかった地域である。アユタヤ王朝家では、税の支払いと自らの消費のために、十分な米の量を確保することは難しいことでは、なかった。またその余剰は物騒に記者されることが多かった。一方、アユタヤ時代の米の生産方法の変歴を見ると、大中央平原部では13世紀から15世紀にかけて変化が生じている。北部や東北部ではその期間、 水位を調整して行う稲作が続けて行われていたが、中央平原部では、上流からチャオプライアー川を伝って、水が溢れ水位の調節が困難であるために、いわゆるバングラ地方から伝えられた浮島が、盛んに植えられるようになった。これらの浮島は、いい加減な耕作方法を用いても、簡単に生産余剰が発生したため、非常に安い値段で政府が買い上げほとんどが中国に、 売却された。そのため、アユタヤ王朝は、莫大な資産を築き上げた。また、米の生産や、運搬のために、楼液についたプライたちによって、多くの運河が建設された。いわゆるチャオプラヤーデルタの基礎が整備されたのもこの頃で、ある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。